前にいるわ。日経くんとても YouTuber とは思えない対応だったけど大丈夫？あの普通に単純になんかあのうわっっていうので次は面食らったのが恥ずかしかった。人気でしたね。いや本当にじゃあもしじゃあまあ飯田さんがやってるお店だから行くのはもちろんわかるけど、もし誰一人こう来なかったらどうしようので、来ると思いました。あのバーって行くと思いました。めちゃめちゃドキドキして。よかったね。ちょいちょいなんかとりあえず日経の先取ろうみたいな。あ、そうだね。とりあえずよ。そうとりあえずとりあえず生みたいな。まあまあ。おっす、日経くんです。今日はまさにコラボというよりまあ、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はい、来てもらってありがとうございます。あ、ありがとうございます。車で8時間もかけて、ね、ありがとうございます。いやいや、もう静岡までもうバリバリ渋滞して運んでました。いや、もうエグかったです。三車線で1本潰れてたんで。あ、重いっすね。ありがとうございます。お分かりいただけただろうか。なんか初対面か。でもまさに前回ブレイキングダウンないんですよ。のな、いや、ナイン、エイトですね。いや、まさに、あ、まさに最後出たエイトですね。ナインで、あ、ブレイキングダウン、僕のセコンドで遅れてきて、遅れてきて、いやギリギリ間に合ってましたけど、ね、本当は、とかもしかね、まあもう多分間に合わねえわ。まあそんなことはいいんですよ。今日オープンということで、本当に焼肉屋トントンさん、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。僕のチャンネルでファンの方と一緒に交流してもらってありがとうございます。いやいやいや、じゃむしろもう声かけられんかったらどうしよう思って、ああ、いやいやいや、だからドキドキして。そしたら思った以上に声かけられて、すごかったですね。すごいです。反響が。そうだよ、良かったです。なんか良かったってね。とりあえず飯田さんの知り合いっぽい人だから写真撮っとこうみたいな。え、でも名前呼ばれてるから。でもすごいっすね。なんかあんななんか初日でわーってね、ま、全部満席満席で、あ、ここからまだあるっすね、2部3部ってあるんですよ。そうですね。今日は結構混んでるんで、まあだからさっき1部2軒くんいたんですけど、2部3部と2軒くんも付き合ってもらおう。そう、ね、これが発生してる。もちろん8時間かけて行ってもらったんで、はい、1部だけで帰らすのはちょっと忍びない。確かに確かに。あの2部も3部もギャーってなるんで、ギャーってなるんで、あの味わっててください。岐阜のギャーを。あ、岐阜のギャーを。岐阜のギャー。最近ギャーなかったもんね。まあまあまあ、しょうがねえ。しょうがねえ。出てねえし。久しぶりに気持ちよかった。なんか だから緊張しちゃって。久しぶりにこんな来てさ。ああみたいな、なんか、いいんす、逆にいいんすかみたいな。焼き豚はどちらで行こう。あ、はい、こちら回ります。いい、はい、美味しそう。めっちゃ美味しそう。あ、じゃあまずは、ちょっと、はい、あ、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。おろす、おろす。大丈夫ですか。あ、いただきます。ちょろっとだけ使いましょうか。はい、あ、うん、わかんない。あ、ビール苦手なの。お疲れ様です。お疲れ様です。スキッパラなんですよ、今日。え、何時から食べてるんですか。あ、もう全然朝から食べたい。あ、そん、え、なんでですか。別に減量してるとかじゃない。準備が忙しくて、あ、結構ギリギリでやってたんで、はい、もう午前中ぐらいから店に行って、そこから花とかに来たんで、そうそう、ダンボールとか出したりして、はい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 、用意してたらギリギリでして、そうなんで、僕あの花が、あ、ちょ、不慣れなもんで、ニッケイ君花くれなかったんですよね。最低です。怖いな。違う違う違う、じゃあ、あの、本当に、本当に不慣れすぎて、オープンが25なんですけど、僕の花は30、遅れ。
30日来たお客さんは、はい、日健くんの花だけポツンと置いてもうぜひ、ね、持って帰ってください、ね、これ持って帰るよ、はい、まあ遅れですよ遅れ。だからジョー君に勝てないんだよ。もう争ってねえよ。いただきます言ってないですね。いただきます。なんか悪いの？いやいや、おっちょこちょおじさんだから。いただきます。マスクも逆につけるし。いただきます。あーまあ、別になんかこれといってね、まあ話すことがないわけではないけど。本当に仲いいの？仲いいとは思ってる。どうですか？うん、まあ知り合いみたいな。いや、まさには知り合い濁すの。浅い知り合いインスタで知り合いカモに出てくる感じ。でも、なんとなく分かるんだけど、まさにはちょっと答えづらいかな。ああとか笑ってごまかすから見て分かるやん。あれ、人間くんは次ブレイクが出る。次、一応まあオーディションには参加しようかなって思ってて、今回見に行きました。行きました。はい、行きました。はい、今回あのブレイキングダウン10で、あの物販の方に呼ばれてブースの方に。あ、へえ。でその時にあの席も用意してもらって飲んでたんですけど、11回目の疑いで警察に逮捕された。どうですかね。まあでも内容ももちろん決まったですね。どういう全然、まずオーディションもまだ確定もしてないんで、一応なんか誘いは来たんですけど、まだ確定はしてなくて。いただきます。二軒くん食レポしてよ。任せろ、得意分野。いただきます。事件の発覚を遅らせようとしたと思って、警察は認知について明らかにしています。近いわ、うまい。もうドロドロしとって柔らかい、うまい。ドロ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 っていう時点でダメです。すいません。すいません。得意分野なんですけど。でも、今、俺、まあ、下手だよ。まさにめっちゃうまいから。いいですか、飯田さん。当たり前やん。俺のことをあんな言ってね。無茶振りするね。無茶振りするね。うまい。はい、うん。おいずるくないね。いや、ごめん。どうしても食べたら美味しいしかない。いや、めっちゃずるいじゃん。ちょっとおいひにしてみるから。おいひにずるくね、マジで。ずるいね。それだけでもうキャス的って言われるんだ。新鮮ですか。やっぱ花があるから。それ言うまたアンチは。だから花を送んないと。花届くんでちゃんと。わかりました。待ってます。美味しい。ということで、まだ取ります。はい、まだ取ります。なんでそんな帰りたそうですか。まだ取ります。えらいの可憐ごとみたいにね。最近は何してたんですか。もう店の準備で忙しかったですね。もう1ヶ月ぐらいで開いたんで。もうバタバタしてましたね。だってナインの時来てくれたじゃないですか。あの時にまだ全然予定とか決まってなくてみたいな感じだったのに。あ、じゃあ、まあ来年ぐらいかなと思ったらまさかこの早くみたいな。決まっとるんかい。いや本当に、でもあの時に全然決まってなくて、はい、その後に高山とか撮影して、はい、帰ってきて物件見に行ってすぐじゃあここにしようと。はいはいはい。本当に決めてから1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいで作りました。めちゃめちゃ早いです。めちゃめちゃ早いです。本当に急ピッチだったんで。でももうあれなんですね。もう予約もすごい。今日もお客さんいっぱいいて。いやでもファンの方とかも多かったんで、はい、平日は空きはあるんで。
営業時間とかあれは何時でいつ休みとかなんですか？水曜日休みで5時から11時までやってるんで、はい、年末年始も30までやってて3日からスタートするんですけど、はい、ぜひお願いします。しばらくは飯田さんもお店立つんですか？そうですね、こう11月中は多分頻繁に行くと思いますね。お、まあ、来年も、行こうかなと思って、あの今日も今第1部で、はいはいはい、ファンの方たちと一緒に氷持ったんですけど、まあ、第2部第3部と2軒くっついて、ね、行こうかなと思ってます。そうですね、はい、もう全然やらせていただきます。全然マサリンのためならもう何でもやらせてもらいますからね。まあそろそろ関係も考えた方がいいっすね。やばいね、飯田さんとの関係をこういうのなくなったら俺もう沈む一方。俺も今日から飯田さんのカメラマンになっちゃったから。お前ずるいじゃんそれは。ありがとう今まで。絶対評価されるから。だって十人力の方でも編集とかカメラやったりするんですよ。こいつがやった時はコメント欄編集とか褒められてるんですよ。だから、じゃあ飯田さんの方にもし流れるようなことがあれば、それはもう首根っこ使うんでしょ。ただでも冷たいから飯田さん。じゃあまあ、この後お別れ会するんで。あ、なんかお別れ会。疑問に引っ越す。でもあんまり、全然、あれじゃないですか、まさにってコミュ障じゃないですか。あんまりコミュニケーション。ね、あんまりこう、喋らんし。どうなんですか、なんかあんまり好きじゃない人とは喋らないです。ああ、だから会話が弾んでないですね。あのなんかではまた、はい、始めて。まさに最近なんかいじるっていういじめっすか。悪口。まあ、距離離すよ。なんかまだ喋ります。まあ、特にない。じゃあそろそろ最後にあのお店の宣伝をしてもらって。そうですね。はい。いや、あの、トントンの。あ、トントンの。はい、もう天然かよ。店も忘れてる。岐阜県、岐阜市、磯野町。もう全然違うっすね。ナビ。あれ、カフェです。でも、あそこ、磯野町になるんだ。わかんないでしょ。あ、なんでまあ、住所を行って、まあ、岐阜県で、まさにが1月25日、焼肉屋トントン。オープンしたんで、皆さんぜひ行ってみてください。めちゃめちゃうまいです。多分予約もね、すごいんで、なかなか取れないんじゃないかなって。早めにで早く行けばまさにもおるかもしれない。その時はぜひよろしくお願いします。とりあえず値段はマジ安かったです。でびっくりした。そこ全部安かったんで、おすすめです。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。